あ、なるほど。おでんは写真を撮られるのが苦手です。もう本当にできないんですよ。なんか笑ってられないし。あんなに笑ってんのに。カメラを相手に笑えないんですね。まあでもいつもポートレートで撮影とか行く時も最初はみんな怖がってるから。ミクちゃんに笑いかけて。でだんだんその世間話とかしながら私がこう瞬間的にバババッ撮ってるうちに自然にポージングできるようになってるし、まあ時間がかかる人もいる。ウェ昨日何食べた。昨日は、チャーハン食べました。これ調べた、え、チャーハンいつのタイミングで食べた。あの後食べました。マジで。めちゃめちゃゴリゴリのチャーハン食べました。こういうのの方が自然な顔で撮る。カメラマン見た。本当だ。さすがカメラマンみたいな。まあみすちゃんが撮るときはそうやってやるんですけど、昨日どうだったとかさ、レッスンどうだったとか、はい、うん、でもその喋ってる代わりにそのポーズだけはと目線だけはこっちに、でもただただ普通に喋ってる、はい、っていうか、わかりました。でもこれでもいいんじゃない。一回見る。でも不定し。かわいい。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいかわ。いやさっき大盤ってるときから最初の方ちょっと良かった。ほら、見てくれてる視聴者の皆さんへ。あ、もういつもありがとうございます。練習しますね、写真。まあ、慣れだよ。慣れていこうと思います。はい。うちは閉じてたんだ。どっちでも。小林さん、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか、はい、髪の毛にお団子ついてますけど、いっぱい美味しそうですけど。お腹ついた。ちょっとね、ちょっと気に入っちゃった今。そうです、今日ゴリゴリって言ってました。今日はこういう感じにしてみました。ちょっと頭も瞑想してまして今。頭の中が？頭の外。どういう頭で生きていこうかなと。おでんちゃんの髪型どんな髪型が好きですか？でもこう見るたんびにさ髪型が違うっていうのも可愛いんじゃない？はい、うん。本当ですか？でちょっとこういろいろやっていこうと思ってます。はい。教えてください、なんかいい頭があったら。いい頭。いい頭ね。一、はい、人だけロングだからね。ロングキャラはいたらいいよね。はい。ありがとうございます。土下座してるみたいな。